3だけ。あ、感じまして、模型のロマンを探索する模型所タンサックです。デアゴスティーニさんからスバル BRZ GT300 が全国販売になりましたので紹介していきます。今回はこちらの全国販売と、タンサックは試験販売を6号まで作っていますので、ギミックが変わったのか、総額は変わったのかなど比較していきたいと思います。試験販売の6号までの制作動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。タンサックのチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速比較していきます。頑張っていきまーしょい。今回は試験販売と全国販売を比較していきますが、違いがなかったところについては省いていきますので、詳しいギミックなどは一番最初の総額いくらの試験販売の動画をご覧ください。概要欄に貼っておきます。それでは表紙から見ていきます。表紙は特に変わりありますね。ここに黄色い旗みたいのがついてるんですけど、全国版ではこの旗みたいなやつがなくなりました。これ試験販売で作ったんですけど、これがいらなくなったんですかね。はい、ちょっとこれがね大きすぎるんで外しましょう。外すときは真上に引く。めっちゃ硬いんですよデアゴさん。おいしょ。こちらの全国販売は探索団のまんまちゃんに送っていただきました。いつもありがとうございます。それでは見ていきましょう。まずシリーズガイドです。この辺は変わりなしです。こっちが試験販売でこっちが全国販売なんですが、特に大きさは変わらないんですけど、なんかちょっと写真の色が変わりました。明るい青からちょっと紫っぽい色になりました。この色が実際の組み立ての塗装を変えてきたのか、ただの印刷の具合なのか、ちょっとそれは分かりません。試験販売の時のギミックや仕様なども変わりはありませんでした。リモコンも形も仕様も特に変わりはありませんでした。マガジンの内容もスバル BRZ GT300&STI のすべて、チャンピオンへの奇跡、組み立てガイドがあってコラムがあるということで、特にその辺も変わりなしです。マガジンケースが近日発売のところが発売中になりました。まあそれはそうですよね。なんかパッと見何にも変わってないので組み立てていきましょう。じゃん。こちらもそんなに大きく変わってないような気がしますが、開けてみます。応募券はここについています。ポスターも同じものが入っています。変わりなしでピトー缶ついてますね。ここで外したのは何だったんでしょうか。もしかしてこの試験販売と全国販売を見分けるようで外したんでしょうか。次は組み立てです。パーツを見ると全部一緒です。このマシンの顔ともいえるフロントバンパーから組み立てますよっていう文言も一緒なんですが、ここでここ組み立てますよっていう、あ、こっちが試験販売でこっちが全国販売です。全国販売の方は丁寧になってます。混合の組み立て部分だよっていう文字が入りました。それからこのパーツリストなんですけど、ここでパッケージでは穴に通したワイヤーで固定されてるよ、ワイヤー外してからパーツを取り外してくださいっていう丁寧な説明が追加されています。それが
これのことで、ここがワイヤーで止まっちゃうけん、これを取ってね。よいしょ、反対側もだよって書いてあります。あとでこれ試験販売のと比べてみます。それではフロントバンパーから組み立ててみます。まずエンブレムを貼り付けします。このエンブレムは一緒なものです。まあ多分大きさも一緒でしょう。でカッターとかピンセット使ってペリッと取って、両面テープついてるので全然ダメ。よいしょ、ん？これいいか。ここから組み立てが大きく変わります。試験販売の時はこの2つあって、下から作ったんですけど、全国販売では上からつけるみたいです。それから説明がめちゃくちゃ丁寧になって、ちっちゃいなんか注意文字みたいのがすっごい増えました。試験販売の時は写真だけであっさりなんですけど、このねちっちゃい文字がいっぱい増えています。親切になりました。内側から入れていきます。めちゃくちゃ硬い。硬っ。硬すぎじゃない？うお、入ったか？めっちゃ硬っ。お、入った。うわ、めっちゃ硬かった。どっちも。次こっちをはめます。まっすぐ入れて、硬っ。まっすぐ入れて押し上げるって書いてあるけど入らんな。これみんな苦労されてるんじゃないですかね。うわ、もう見えないわ。お、こっちは入った。まっすぐ入れて隙間ない感じにしてから押す。できた。なるほど。でこれで押したことによりこれがちゃんと入りました。へえ、だから順番変えたんだ。うわ、綺麗に入った。ちゃんとはまればめっちゃ綺麗です。おっとっとっと。試験販売と同じくビスに名前がついています。これは組み立てやすい。めっちゃぴったり入ってるんでネジ締める必要あるかなって感じですけど、あんまり締めすぎると割れちゃうんでネジ締めはしましたけど、ちょっと緩めです。緩めっていうかそんなにギュウギュウやってないです。次にこの黄色いレンズをはめ込むんですけど、試験販売の時はここの4つの穴にはめましょうって感じだったんですけど、この数字の順番にはめ込みましょうということで、また丁寧な取説になりました。ではめた時もこんな図が書いてあります。ヘッドライトのレンズがこういう感じになるよみたいな
角度がついてるから取り付けるときは穴の角度と合わせて赤い矢印のように差し込みましょう。書いてあります。 1,2,3,4 の順ではめます。まっすぐ上から、とはいえむずい。1と2ははまるけど、3と4から行きたい感じ。3が全然入んない。のフロントバンパーを歪ませながら合わせるらしい。1,2歪ませて、全然合わない。3番がとりあえず3だけ。3が入んないわ。ふうだ。ちょっと試験販売の時より難易度がめちゃくちゃ上がってるんだけど、この角度なんだ。すごい角度ですこれ。こんな角度で入れるの難しすぎるんだけど。よく作ったなこれ。だけどこの角度で入れようと思ったらこういう感じで入れていかんと全然入らんぞ。2までは入るな。これをギュッと下に押して、入らん。相当むずいよこれ。この角度に入れるって、うわっ、いや入れれんよこれは。こうだね。こう歪ませて、うわっ、無理だ。厳しい。諦めます。すいません、試験販売の時はこんなに難しくなかった。それでは次ピトー管なんですけど、試験販売の時はここ奥まで差し込みましょうって書いてあって、これが完成図だったんですけど、これってどこまでが奥かわかんないじゃないですか。で、全国版にはここが16ミリだよ、そこまで差し込むんだよっていうことがちゃんと書かれてるので、すごいわかりやすいなと思いました。すごい硬いわ。16ミリ。あ、いいかな。じゃあ16ミリにしたらラベルを貼ります。右利きの人は右手でやると綺麗にできます。ここでこうして輪っか作って、これを刺す。できました。全然はまんない。あら、はい、ということで組み立ての方はすごい試験販売よりもなんかね、すっごいタイトになってて、なんかはまらないし、これも刺さらないし、とても繊細になっていました。でその分トリセツもすごく詳しく変更されまくっていました。ただパーツとかは変わりなかったです。ちょっと1番と2番だけはめてみました。3番4番は入ってないです。色がね、なんか暗くなったのかなと思ったんですけど、特に色を変わってないか、むしろ明るくなってるような気がしました。この黄色いクリアガラスも一緒か。それでは2号以降です。2号でフロントフードを組み立てる、一緒です。3号でフロントタイヤなどを組み立てる、一緒です。4号でフロントバンパーのメッシュ類を組み立てる、パーツも一緒ですね。5号でフロントフードを組み上げる、こちらも変わりなしでした。
なので進み方も一緒のようです。それでは気になる総額です。こちらのスバル BRZ は試験販売の時は全115で完結となっていたものが125まで伸びましたので金額が上がりました。創刊号が490円、2号以降が1999円、ここは変わりませんでしたが総額が238,371円となりました。なので試験販売の時にご案内した時よりも約2万円上がりました。読者全員プレゼントの内容は試験販売から変わっていませんでした。プレミアム定期購読はだいたいここが4号から125っていう感じなんですけど、今回は11号から125になっています。プラス350円でこちらの専用ディスプレイ台のクリアカバーと夏タイヤと雨用のタイヤとドライタイヤ、晴れ用のタイヤがついてきます。試験販売の時は金額がまだ分かってなかったんですけど、今回は金額がはっきりしました。38,500円になります。さらにマガジンケースの金額がはっきりしました。なんとこの1個に30号分保存できるので120号だとちょうど4個あればいいんですけど、4個セットが2680円とかなり安くなっています。これは絶対あった方がいいと思います。なので総額は279,551円となっています。試験販売の時と比べたらちょっと高くなったかなという感じです。試験販売の時に案内したこの専用ディスプレイ台、工具棚とか工具カートとか、この辺の話は全然書いてありませんでした。まだはっきり決まってないのでしょうか。ということで今回はスバル BRZ GT300 の試験販売と全国販売を比較しました。ちょっと組み立てが難しくなったかなという印象です。だけど完成したらめちゃめちゃかっこいいので125までぜひ挑戦してみてください。デアゴスティーニさんの公式サイトは概要欄に貼っておきます。そちらから定期購読が申し込めます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。スバル BRZ の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あーなんかどんどん解体されていく、コメントも待っちょうよー。これ重くてね、かっこいいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。パンサックでした。だんだーん。また見てねー。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もパンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。